はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズのお時間なんですが、今日はエクササイズじゃなくて体の、自分の体をコントロールできてるか操れるかっていうテストをしていきます。たまにはこういうのちょっと面白いかなと思います。はい、とっても単純です。まあ、これは体のちょっとある部分を調べるやつなんですけど、普通に立ちましょう。足切れてますけど普通に床に立ってます。はい、普通に床に立ってる状態で目を、まず私の見ていただいてやってみましょう。上に目をつぶって、私だけやりますね。上でパタンで前に持ってきます。はい、前に持ってきて止めちゃってください。はい、じゃあ一緒にやってみましょう。割ってみましょう。こけないと危なくないところで。じゃあ目をつむって上でパタンで前に手を持ってきて目を開けます。手は動かさないように。で、手を込んで前に手が来ているので、この手を見ていきます。で、この手に左右差ですね、どうズレがないかっていうのを確認してあげてください。ズレがないかで、少しあれですね、あのこれのズレで左右差っていうどうがあるかっていうのを一応見る基準にはなるんですけど、私個人的には人間であれば少しズレは生まれるのかなとは思います。利き手とか利き手じゃないとか、あの動かす方の手がどうしてもあるので、まあもちろん、ま、全く正対称っていうのはすごく素晴らしいことだと思うんですけど、少しズレるっていうのは全然ありえなくはないかなと思いますね。はい、じゃあ今度ですね、はい、今度もやっていくんですけど、今度とっても、いきなりやっちゃいましょう。私だけまずやりますね。ちょっとできるか自信はないんですけど、目をつぶって ET みたいにします。手を指先、人差し指を出します。で、この人差し指同士をつける、微妙にずれた、はい、っていう形でやってみます。はい、じゃあ目をつぶってやってみましょう。人差し指同士をつける、ちょっとずれた、はい。で、この人差し指と人差し指が合うかどうか、まあこれ個人的には空間認知能力、空間をどうやって認知してるかっていうものに関係はしてくるかなと思うんですけど、はい、じゃあですね、ちょっと今度は目を開けてやってみましょう。はい、目を開けて、はい、っていう感じで自分の体を使いこな、あの操れてるか、あとは空間認知能力ですねがどれぐらいっていうのをテストしてみました。たまにはこういうテストもいいかなと思います。はい、はい、で、そろそろセミが鳴き始めて、やっと夏って感じですね。気持ちいい。はい、で、今日は運動とかはなかったんですけど、ぜひあのスクワットですね、今日はスクワットをやってみてください。10回を2セットとか朝晩ぜひやってみましょう。足をしっかり動かしましょう。はい、ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。たまにはこういう体のテストです。ほつれた。